こんにちは、にとまいこです。今日はチャイコフスキーのくるみ割り人形よりコンペイトーの踊りをピアノで弾いてみたいと思います。お聴きください。でした。いかがでしたでしょうか。この独特の不思議な世界観っていうのがね、すごく子供の時聞いてハマりましたね。くるみ割り人形すごい好きです。そうアップする時期がちょっと遅れちゃったけれど、はい、他の曲もまたアップしてみたいと思います。今日もお聴きいただきありがとうございました。バイバーイ。